俺の看板 AWM。 はい、どうも、スコリです。今回ですね、まあ0時過ぎて、まあいろいろちょっと追加あるんで、見ていこうと思います。それでやっていく。はい、ということでやっていくわけなんですが、まあとりあえずね、ガチャの方追加されましたね。復刻のやつ。まあ、内容は前回と同じですね。約1週間あるガチャというふうになってます。まあ、今回回さんよ。俺マジ。回さないよ。うん。今回は回しません。だって、持ってるし中身。ね。中身持ってたら回さんでいいでしょう。まあ一応実装されたっていう感じです。パックの方とかも、こんな感じでね、実装されてます。で、まあ、今日、新マップの実装ですよね。まだその新マップの方に関しては、追加はされてないんです。まあ、おそらくその、10時実装かなと。まあ、長男さんがツイッターでも言われてました。アップデートがある10時ぐらいですかね、みたいな感じで言われてるんで、どこかなんかね、他人行儀な感じですけれど、まあ、多分10時ぐらいなんじゃないですか。知らんけど。はい。まあ、やるというふうに言われております。こんな感じみたいですね。で、一応その、このね、ゲーム内のお知らせのところにあるんですが、まあ、新しくね、イベントの方ね、するというふうになってます。ワイルドオアシスの方で、新マップですね。はい。イベントありまして、まあ、オアシスの探索というわけで、新しいマップの方で、豪華ボーナスをゲットできますよっていうのと、新しいなんか車両スキンの方とかもゲットできるみたいですね。新しい車両のスキンなのか、新しい車両スキンなのか、どっちかわかりませんけどね。一応新しい車ありますからね、新マップ。と、あと、ワイルドオアシスの方で、バインド金券が配布されるような、またイベントの方が来るというふうになっております。回さんよ、ガチャ。ね。マジで。こんなんだってコラボ来るやつやろ。また。ね。このタイミングで。ね。もう分かりきって話だけんな。回さないっす。うん、回す理由がない。で中身クーペを書いて持ってるもんね。持ってるガチャ回さんだろ。はい、ということで今回も皆さんの疑問や質問に答えしていこうかなというふうに思います。で次ですね。バルラントの大会とコアの大会を比べたときに、個人的に圧倒的にバルラントの方が見てて楽しい。何が違うとか全くわからんと。まあバルラント接敵早いからね。で、接敵早い1回の戦闘を複数回こなして何マッチと取れたかっていう。そんな感じのシステムなんで、基本的にずっと戦ってるんだよな。で、その中で立ち回りが必要になってくるんで、まあ、非常にその戦闘1試合がスピーディーで、ね、ずっとその見ていられるっていう。まあそういう利点があるよね。バルラントの場合っていうのは。ね、あのタイプのゲーム。まあコッドとかもそうやけど、ルール的に言うと。まあそのタイプのゲームで、まあその競技性のある感じになってくると、まあすごくね、ずっと見れるよね。まあコアコードとか、まあバトロワ系の場合っていうのは、どっちかっていうとそういうスピーディーさはないんで、まあ、何もしてない時があるもんね。まあ何もしてないっていうとちょっと違うけれど、まあ場面としてはすごく見栄えが地味な場面っていうのがあって、まあそこをうまく解決してるのがエペかな。ペアはどっちかっていうとやっぱり、接敵が早かったりとか、あとはその、接敵する前に何をするかっていうのが大事になってくるゲーム。で移動とかも早いんで、エペっていうのは。だからまあ何もしてなくても、まあ場面が地味なところでも、見れるっていう、そういうゲームになっていると思うんですけれど、まあ、コアコードってのは、まあ、場面が地味な場面ってのが長いよね。で、接敵してからさ、それ終わるまで短いからさ、その見どころがさ、短いんだよな。ね、大会ライブとか見ていても、やっぱりその終わるときはマジで早いし、見なくていい場面ってのは非常に多い。うん、怖い行動っていうのは。もちろんそこの見なくていい場面、その盤面的に地味なところっていうのは大事ではあると思うんだよな。むしろそこの方が一番大事って思ってる人は多いと思うんだけれど、ただその単純にね、見る側の視点で考えたら、このゲームをよく知らない場合っていうのは、地味すぎるね。うん、あまりにも。で、その一番楽しいさ、その接敵して終わるまでっていうのもさ、切り速が早すぎる分、めっちゃ短くなるし、他のゲームと比べたら。だから、まあ楽しさっていうのは全然違うと思う。それはまあ当たり前だと思うね。しゃあないとも思うし、まあ、設計ミスとも言えるしね。まあ、時間差と切り速の速さっていうのが、ね、アンマッチすぎるんだよな。大会ライブとか見ていて、ね、その個人のじゃなくて、公式のその全ての人の観戦をしながら実況するような大会ライブとか見ていてもさ、あ、ここで接敵してますねっていう風に飛んだ瞬間さ、もう盤面的に言うと終わりかけで見どころがあんまなかったってこと、コアコードの大会ライブ多くないですか？お、なんか、あ、もうつきそうですね、決着がみたいな時って結構あると思うんですよ。本来ってそれダメだと思うんだよな、ね。普通に、まあ、自己レベルだよな。野球で言うとさ、ホームラン入りがけなところで場面切り替わって、あ、もうホームラン入れば入りましたーって言ってるもんなんだよな。それって面白くないし、まあ、このゲームのその欠点だよね。接敵してから終わるまでが早すぎて、実況が追いつかないっていうね。まあ、こうなってくると、まあ非常に思んない。まあ思んないし、まあ実況でカバーできない部分だよな、それって。結局このゲームのさ、設計のそのずさんさっていうのをさ、思い知らされるような、そういう場面。まあそれがこのゲーム多いんで、まあハイライト例えばさ、ライブのさ、作ろうと思っても難しいもん。うん、そもそもきちんとその場面が映る時ってのは少ないし、いやミスだと思うわこのゲーム。で次ですね、最有機売れなかったんだろうなと、まあ、あのガチャ誰が回すんだと思ったしな、マジで。俺結構こじつけ得意なんで、これはいいですねっていう風に言えるんですが、普段申し訳ないけど言えなかったもんマジで。必ずそのなんかいい部分を一箇所一箇所言うようにって決めてるんですが、申し訳ないけど無理やった、いい部分なかった。まあ、コラボチケットが安いぐらい。でもコラボチケットって結局さ、サブでしかないんだわ。サブはメインではないからさ。まあ、ある程度その中身がそこそこ良くて、なおかつとかやったらいいんだけど。
まあ、あれは売りにならないからね。売れるわけないよね、あんなのが。常識的に考えてさ。思い出補正があったとしてもあれいらない。内容として。別にスキンの見た目がいいわけでもないし。で、次ですね。ジャスラックが音楽の著作権をまとめているみたいに、絵も権利をまとめて、それを決められた金で AI の学習に利用できるとかにすれば、大方うまくいくかなと。まあ、絵の権利ね、結構今後、ね、モデルで無断使用されている場合ってのは、とんでもないその権利侵害問題が発生するって話してたと思うんですけれど、あれを簡単にその解決できる方法があって、まあ、法人がその AI を利用して、いろいろ展開する場合ってのは、必ずその役所にモデルとなっているデータってのを提出しなければいけないっていう、まあ、そんな感じの決まりを作ればいいと思いますね。要は、一番その問題なのは、そのモデルの中身、ね、モデルの中身にその使ってはいけないものを使ってるからダメっていう話であって、その中身を分かるような形にすればいいんですよね。その中身を必ずその一回法人がそういう役所とかに提出しないと使えませんっていう。役所が中身をまあ大方チェックして、OK だよって出たら使えるっていう方式にすれば、まあ、問題は発生しないんで、その中身を確認できなくて権利侵害であるかどうかをチェックできないのが問題だから、まあ、法人が使う場合は必ずそのチェックが必要になるっていう、そういう風にすれば問題ないと思います。はい。で、次ですね。原神やってるけれど、ゲーム内でカードゲームできたり、釣りできたり、集まりみたいなクリエイティブ要素とかもある。コアと比べて、いろんな人に適応してるゲームだと思うわ。あと、原神は、マジでよくやってるよね。クオリティ高いしさ、いろいろできるっていう。ライトに遊ぶんだったら最高のゲームだと思うわ。あのゲーム。で、それはマジで思う。最近はそのディープに遊んでいたプレイヤーが、まあ、あの原神のシステムね。まあ、結構ぬるゲーだから、それにその物足りずに違うゲームに行っちゃってるみたいなね。ユーザー離れが原神でもまあ起こり始めているっていうのが、まあ、ちょいちょい言われてますけれど、まあ、それでもさ、言ってる違うゲーム、あの、同じホヨバースのさ、崩壊スターレールだけ、まあ、ホヨバースからしたらまあ、どっちでもいいんだよな。どうせその崩壊スターレールに行くんだったら別にそれでいいじゃんみたいなね。それでまあ、原神はそこからはライトで遊んでもらえれば十分でしょっていう考え方でしてると思うんで。いやーマジ、ミホヨはさ、ホヨバースはマジでうまいことやってると思うわ、あそこら辺。ガチでうまいと思う。まあ、これもね、まあ、そういうクリエイティブなモード、まあ、ビルドの方を実装しましたけれど、まあ、最近はそのキャンペーンもやってるってのもあって、割となんかクオリティの高いマップが出てますよね。あ、こんなん作れるんだ、みたいな。ありますが、やっぱりね、プレイしてて思うのは、まあ、正直 UI がまだちょっと不親切かなってのは思う。もう少し簡単な UI だったら広がると思うし、まあ、プラスその還元されるものが欲しいね。現状はそのキャンペーンがあるから、まあ、ちょこっとは還元されてると思いますが、それってやっぱりその、そこをメインとできるような還元にはなってない。まあ、そのビルドだけで、まあ、このゲームで、例えば動画出して伸ばすってことはまあ難しいじゃないですか、まだ。SNS 上での数字を取るってのは難しい要素となっているんで、もう少しなんか還元される要素があるといいね。まあゲーム内とかで。作った人に還元されるものがないと、どうしてもそのこのゲームにおいては継続してその使われづらい要素にはなってしまうと思うんで、何かしらその還元されてほしいなっていう。まあそれを思いますね。その作るのも簡単じゃないからね。例えばその大手実況者に取り上げてもらえるとか、そういうのは正直そのメリットではないんで、まあ継続してその自分で能動的に作れるような得にもならないですし、何かしらその、ダイレクトに得になるようなものっていうのを、まあ、用意しておいてほしいなっていう。まあ、それがなければ、まあ、かわいそうってのもあるしさ、ね、あればいいと思うんですけれど。え、でもあとさ、ビルド実装できるんだったら、ラスト実装してよ、マジで。こういうコードに。え、マジで作ってほしい。最近俺ちょっとさ、ラストしたいんですよね。ラスト知ってます？マイクラのなんか、バトロワ版みたいな、ガンシューティングゲーム版みたいなあるんですよね。いや、こういうコード内に、ラスト実装しません？マジで。マジでやってほしい。切実な願いなんですけれど。え、ビルドいけるんだったら、ラストいけるでしょ。マジやってほしい。コアでラストできたら絶対楽しいと思うんだよな。いや、ただいさえ無法地帯だからさ、その無法地帯っぷりがさ、余計に広まるわけでしょ。最高じゃん。マジでラスト実装してほしい。ね。ラスト化したら俺マジ中国でもそうするからさ。